お疲れちゃんです。ラットです。今回ですね、前回あった試合ですね、VS ゲーム戦の、まあ、振り返りといいますか、まあ、どんなことを考えてたのかっていうのはまあね、話していきたいなと思います。というわけで、まあ、僕はね、今回 2v2 に出させてもらって、元チームメイトの焼き鳥とね、ちょうどこのバトルする機会がありましたっていうので、まあ、すっごい、なんだろう、ワクワクしてましたね、僕は。なんかもう勝手に焼き鳥とバトルだっていうので、まあ、元チームメイトっていうのもあったし、仲良かったっていうのもあって、勝手に熱くなってましたね。で、まあ、その、試合前とかに、SNS とかで、焼き鳥 VS ラットだとかっていうコメントもあって、まあ、その辺はすごい嬉しかったですね。でも僕が一番、そんなん見てニヤニヤ、若干してましたね。というわけで、まあ、僕とライキさんペア VS 焼き鳥ゆいひろペアですね。でまあどっちも結構 2v2 去年からも経験してるペアで、まあ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 お互い結構今季もいい成績残して、まあ、仕上がってるペア対決ですね。まあ勝てる自信はあったかって言われると、まあ、なくはないですけど、まあ、絶対勝てるっていうのとかまあ思ってはないですけどね、さすがに。けどまあすごい楽しみでありましたね。元チームメイトの焼き鳥との対戦っていうので。うん、はい。で、番がトルネ。僕たちはまあずっとトルネで今やってますね。で、相手がディガ番。で、僕らがあんまディガ、ああまあそこはどうだろう。まあ使ったり使ってなかったりで。ディガ番っていうのはちょっとまあびっくりしましたね。なんか今のこの 2v2 の環境であんまりディガが使われてはなかったんで。はい。で、僕たちは、ゴレ。ゴレゴレですね。2ゴレのゴレデッキで、まあ、VS、ゲームズ側がメガナイト。で、このメガナイト 2v2 で最近見られだしたんですけど、その、メガナイト VS ゴレは圧倒的にはこのゴレの方がね、このぶつかり合いとしては相性がすごい良くて、まあ、これはすごい、なんだろう、まあ、若干の相性勝ちもあったんですけど、まあ、ちょいプレイの細かいところを、話していけたらいいかなと思います。でこの僕たちのゴレに2ゴレなんですけど2アイスピなんですよ。これお互いに僕とライキさん1枚ずつアイスピを入れていて、まあ、そのなんでゴレにアイスピ入れてるのって言ったら、まあ、言ったらその、まあ、ゴレのサブユニットって基本3コスとか4コスになっちゃうんで、そのあこのダメージ抑えたいけど3コス削くの嫌だなっていうのとかにアイスピ使えたりしますし、まあ、カード回しでもね使えるんで、まあ、あとは最近そのプリンスとかダクプリが強化されて、ダクプリが増えてるんで、それに対してのアイスピが強いんですよね、防衛で固められるんで。で、今の、この、メガナイト後ろに釣ったね、アイスピ。あれは、ライキさんです。ライキさんの神アイスピですね。あれなんか、メガナイト、お、メガナイトあっちゴレ行くわって僕は見てたら、ライキさんがアイスピ出して、僕としては、ライキさんはそのゴレを、でダメージ与えたいから、メガナイトはね、自陣に釣るっていう、もう、おしゃんテクニックをやったんですけど、僕からしたら、やばいって、その、なんだろう、メガナイトで僕たちユニットが処理されるのが怖くて、やばって思ったんですけど、まあ、いい感じに、なんか、できましてね。ライキさんが、おしゃれなことをやってました。で、まあ、ここは、ゴレプリ形作りつつ、まあ、ここの、なんか、捨てるのもったいないとかってコメントも見たんですけど、その、結局相手にライトニングと、まあ、もう一個スペルがあるんで、守れないんですよね。意外と 2v2 って外にもしようと思っても意外と外にもできないんですよね、 1v と違って。なんでまあ守る予定ではあったんですけど、ライトニング打たれたならもう捨てた方がいいっていう、まあアドエリクサーのアドにして逆に攻めちゃおうっていう形の、まあ僕たちからしたらいい防衛でありましたね。なんでここで結構決めたいんですけど、そう、あれだ、今、ライトニングライキさんが打って落としたんですけど、その、僕ら、250後で削ろうと思ってたら、残りもう20秒ぐらいで、しかもその前にライトニングとかポイズンも打ってて、やばい、スペルないっていうのを無限に、やばいって言いつつ、じゃカード回してもらいましたね。ライキさんがギリ間に合ったんで、最後のあれ、もしかしたら、本当に運が悪かったらというか、なんだろう。たまたまあと1枚でっていうので、もしかしたら削れてなかったっていう可能性はありましたね。なんで、ちょい怖かったですね。この試合はすごい戦い始めて、相手がメガナイトって分かって、勝ちたいなって思ってたんですけど、結構危なかった。
試合でありましたね。でちょい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 アイスピが活躍してますね。ちょいちょいアイスピがやっぱいい味出してますね。相手のこのプリプリ系を止めるのとかにも、ああこれライキさんのダックプリですね。メガナイトをジャンプさせない位置のダックプリで、ここなんです。これです、これです、これです。このボムタワーのこの雪玉、これあれです。ボムタワーの位置にラムライダー釣れないから雪玉でカバーするっていう神雪玉なんですけど、これあの結構うわラットボムタワーやったみたいな、ライキさん神だわみたいな、ライキさんの何カバーナイスみたいなあったんですけど、あのこれ僕じゃないです、あのこのボムタワーミスライキさんです。これ言ってきます、本当にこれガチです。ライキさんのボムタワーミスをライキさんが自分で生き玉でそのカバーしました。なんで決して僕はこのボムタワーのねミスはやってないっていうのはね、ちょっと皆さんに思っといてほしいなと思いますなんで結構言われてたんですよ、なんかライキさんいいカバーやなーって。それでも僕じゃないですねなんでそれだけはちょっと言いときたいなと思いましたね。まあでも神雪玉にはまあ変わりないですね。あそこの雪玉の反応はすごい早かったし、まあ、僕は見てたらライキさんがなんかしてるなー程度で思ってましたね。でまあ1本目ね無事取ることができて、でまあデッキ変更タイムはな、まあいろいろ話してましたね。やっぱ相手のデッキ見たり、まあ次デッキ何が来るか予想しつつですかね。で、2戦目に僕らは、スケラだ。僕らがスケラ持って行って、あっちもスケラだったんですよ、ゲームズ側も。そう、スケラが最近もちょくちょく入りだして、なんか去年と全然やっぱ、2v2、何回も試合してる分環境がまた変わってきますね。去年とかメガナイトとかもスケラとかも全く見られなかったのに、今年は逆にバルーンとかホグとか結構スケラとかなんか中型、去年はゴレラバーロイジャイとかのばっかだったんですけど、今年はバルーンホグとかラムライダーとかね、結構中型はメインの環境になってるんで、結構作業コミュニケーション取るのがすごい大変になってますね、昨年よりは圧倒的に。なんでなんだろう、こうしっかりコミュニケーション取れないと、まあ、なかなか多分難しいとは思いますね。なんでまあライキさんと僕はなんだろうあのもう流れでいつもノリでってわけじゃないですけど、まあなんだろう、もう喋りすぎっていうぐらいは喋るようにしてますね。なんで無駄なことでも喋るのやっぱ大事ですね、常に。なんで喋ってやってますね基本。負けるときって大抵どっちかが喋んなかったり、両方とも口数が少なくなってるときなんで、やっぱ通別やる上で、まあ、無駄なことでもいいんでいっぱい喋るのは大事ですねあとは雰囲気が悪くなったりしたら結構勝ちにくくなるんで、まあ、そういうところが大事になってきますね。で僕たちは枯渇のスケラで、あっちが海外で使われてた感じのスケラですね、はい、これもなんかどっかの海外のチームが使ってましたね、中国とかの方だったと思うんですけど、もう早速間使ってきましたね。でこれはまあ単純にスケラ対決なんですけど、スケラ対決って正直なんだろう、 2v2 のスケラってめっちゃ入るっていう瞬間はそんななくて、なんかじわ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 削っていくの繰り返しなんで、まあ、そんな大きな差はないんですけど、この僕たちにはまあ吹き矢がね、この吹き矢ゴブリンが2枚入ってるっていうのがすごいでかくて、あと縦の戦士。縦の戦士と、まあ圧倒的ね、スケラメタの吹き矢ゴブリンがやっぱ入ってるので、このね、防衛力のちょっと差が出ましたね。で、この相手のベビードラはうまいですね。コウモリも、アウトローガールも吹き矢も全部持っていかれましたね。はい。で、ここのダメージでも結構入ってるのでかいですね、こっちからしたら。このじわじわ削る対決で、あと1100ってなると。結構やりやすいですね。で、吹き矢をしっかり延命しつつ、で、ここのダクブリーは、これごめんなさい、僕のミスなんですけど、その、ライキさんが、端前って言ったから、端前じゃポーンってやったんですけど、本当は、あの、吹き矢に、の前に、あの、スケバレがね、僕が持ってるんで、スケバレをつけて、スケバレ吹き矢っていう形を作るカウンターするんですけど、ライキさんが端前って言って、ふいーって何も考えずにダクブリー出しちゃって、あ、すいませんっていうね、ちょっとやっちゃいましたね。今回なんか僕のミスがすごい多くて、1試合目は、ほぼまあ、ノーミス。で、2試合目に、まあ、2、3回ね、ちょいコロコロお互いミスが目立って、まあ、僕がちょっと多かった感じでしたね。それからもうちょい
極めていきたいのはありますね。で、相手の端前の防衛前ですね、アイスイズ残しつつミリペッカ処理して、で、このころそろ僕の吹き矢も逆サイの位置に出しちゃって、たまたまこっち側に戻ってきてくれて、しかもここで活躍してくれて、まあ京介のね HP 取ってくれて助かりましたね。なんかいろいろと、で、このライキさんのこのこういうアイスピですね、今のこの防衛のアイスピとか、京介とダクプリとベビドラ全部凍ってるんですよ。ああいうまあ細かいアイスピとかが、まあ、すごいうまいですね、今のライキさんですね。で、ここのマジでな受け焦りましてね、焦ったというか、もうとっさお互いコースなかったから受けるっていうのでなって、まあかぶってっていうので、まあ、この時点でちょっとやばいなと思いましたね。フキアがやっぱでも活躍はしてて、あと残り自分たち583でこの巨助仲間に来て、あ終わったと終わったと思いましたね。これで、これ守れないじゃないですか。で、ライキさんこれ神アイスピですね。またで、これ守れないと思ったんですけど、いい味出してるんですよ。もう防衛のね縦線で受けつつ、フキアで横を処理して、先に大輝さんが雪玉打って、僕が後からウッドで完封して、で、ここですね、相手は800あるんですけど、ここ行くしかなくて、相手のスペル回ったら負けちゃうんで、大輝さんにもここでこれ折れないと負けですって言って、フリーズ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 ってずっと言ってましたよ、僕は。で、大輝さんがパッキンして、ダグビー入れ入れって無限祈って祈ってテイってな感じでね、めちゃくちゃ、まあ1戦目も2戦目はすごいギリギリだったんですけど、ほんとギリギリでね勝てて、単純に良かった良かった&まあ楽しかったですね。でもこの最後のポーズとかも、この何するかとかも何も話してなかったんですよ。話してなくて、まあ、とっさにねやってもこんだけ息が合うっていうのは結構いいことかなと思います。はい、まあてな感じで、でこの後に 1v1 みかんさん出て、まあ、惜しくも負けて、最後キングオブヒルも連れて、でキングオブヒルでもね、そのラット VS 焼き鳥とか、まあ、ロラポの選手 VS みかんさんとかね、結構注目されてたんですけど、そのキングオブヒルでも注目されてたのに、ラット VS 焼き鳥両方とも出ないっていうねどっちかが出ないじゃなくて、両方とも出ないんかいみたいなね、まあ、あって、まあ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 っていう感じで終わりを終わりましたね。なんでまあ、またゲームイズともう試合一個もないっていうわけでもなく、またこのまま勝ち進んでいけば、後々ね、また最終当たったりもするんで、まあ、そこでね、また、こっちは勝てるように、まあ、あっちはリベンジできるように、お互い頑張ってるんでね、そこはまあ、楽しみでありますね、またできるのは。はい。なんで今度は、まあ、焼き鳥でね、1v1 で戦えたら、またそれはそれで、すごい面白いかなと思いますし、僕もね戦いたいなと思ってるんで、はい、そういうところもまあ楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思います。 2v2 の解説は意外とむずいな、何話してるかとかも若干ぐらいしか覚えてないなまあけど、はい、まあ、勝ててよかったかなと思いますね。ここはもう最後みかんさん勝ったシーンで、はい、っていう感じで、でその試合前にそのケンツもいたんですよ、会場にケンツもいて、ケンツ前焼き鳥になんかの試合負けてて、だからそのキングオブヒルで焼き鳥が当たるやろうけど、当たったら倒しといてなんて言われて、おお分かったわって言って、まあ、俺試合出んけどなと思いつつ思いつついたらお互い出ないっていうね、結局、まあ、そういうのもありのなんとか勝ててよかったかなと思いますんで、まあ今後もねリーグまだ続いていくんで、はい、ぜひ応援よろしくお願いします。で、ワイね、ワイ。最近ちょっと調子悪いんですけど、まあ、こっからぐいぐいちょっと上げていくんでね。まあ、個人としてもしっかりね、チームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。というわけで、まあ、今回はこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。